この間はアンケート企画にご参加いただきありがとうございました。今回はアンケートで第1位となった真田丸について解説していきます。この真田丸の主人公真田信繁は天下人となっていた徳川家康を死の淵に追い詰めた人物として知られていますね。それでは家康が心の底から恐れた男信繁の生涯を見ていきましょう。第1幕、真田丸とは。まずは知らない人のために真田丸について簡単に説明しておきます。真田丸とは2016年の NHK 大河ドラマで堺雅人さん演じる真田信繁を主人公に彼の生涯を描いた作品です。ドラマのタイトルである真田丸は大坂の陣で信繁が築いたと言われる出城真田丸に由来しています。慶長19年1614年の大坂冬の陣で信繁はこの真田丸で20万もの徳川勢を相手に奮戦、見事な活躍からその名を天下に轟かせました。彼は現代では真田幸村の名でよく知られていますが、正式な名前は信繁となっています。そのためこの動画では基本的に元服後は信繁呼びで統一します。第2幕、真田信繁の生い立ち。そんな信繁ですが、実は彼の前半生は不明なことだらけであり、生まれた年ですらはっきりとしていません。伊達政宗と同じ永禄10年1567年説もあれば、本能寺の変が起きた天正10年1582年説もあり、複数の言い伝えがあります。分かっていることは、彼が慶長20年1615年に亡くなった時大体45歳前後だったということです。信繁の父は武田家に仕えていた信濃の国衆真田昌幸で、母は兄真田信幸と同じ山手殿。信繁の幼少は弁丸と言いました。そんな弁丸および真田家に大きな転機が訪れるのは天正10年1582年のこと。父正幸の主君である武田勝頼が織田徳川連合軍に敗れ、武田家が滅亡したのです。仕えていた家が滅んでしまったという一大事は真田家にとって苦難の時代の始まりを意味しました。父正幸は武田家の滅亡後、真田家の生き残りをかけて関東の雄北条氏に接触を図りますが、結局は武田領内に侵攻してきた織田家に侵入することに。織田信長はこの真田家の侵入を受け入れ、真田家の本領は安堵、正幸は織田家中で関東方面を担当することになった滝川一益の帰化に入ります。これでようやく安心安心と正幸が思ったのもつかの間。そう、この年はあの大事件が起こった年、真田家もこの事件に巻き込まれていくことになります。第3幕、徳川家との関係。天正10年1582年6月2日天下人信長とその嫡男信忠が京都にて重臣明智光秀によって討たれるという大事件が起こります。かの有名な本能寺の変です。本能寺の変の影響は京都から遠く離れた関東甲信越にも及びます。というのもこのニュースを聞いた滝川一益はこの一大事で関東に残っている場合ではなくなり、尾張に逃れることに。こうして広大な旧武田領は織田家がいなくなったことで再び支配者のいない空白地帯になります。この領地を周辺の大大名が狙わないはずがありません。こうして北条、上杉、徳川の三者が三つどもえの争いを展開し始めることに。天正神武の乱と呼ばれる戦いです。当然真田家もこの戦いに巻き込まれることになりますが、ここで正幸は剣棒十数を巡らせ戦い抜きます。彼は上杉、北条、徳川と心中する相手を巧みに変え、本領確保のために動き回ります。コロコロと主君を変えるとは節操ないやつだなと思うかもしれませんが、
勢力の小さい真田家がこの荒波を乗り越えていくにはこうするしかありません。結局この天正神武の乱は北条と徳川の和睦という形で終結。これでめでたしめでたしかと思われましたが、そうは問屋が下ろしませんでした。この和睦条件が真田家にとって問題だったのです。その条件というのが、北条氏に上野国の領有を認め、真田領の沼田吾妻領を引き渡すことというもの。なんと真田家は必死になって守ってきた土地を明け渡さねばならなくなったのです。沼田は関東、信州、越後における交通の要衝であり、そう簡単に譲るわけにはいきません。どうする正幸となった正幸は、徳川から離反することを選択。再び上杉家に従属することを選び、さらに上杉経由で羽柴秀吉との交渉ルートを獲得します。ちなみにこの時、弁丸こと信繁は従属の条件として上杉家に人質に出され、上杉家臣として出仕することになります。こうして徳川との対立姿勢を明確にした正幸は、天正13年1585年、上田城に押し寄せた徳川勢を相手に戦うことに。これが第一次上田合戦です。この戦いでなんと正幸は徳川勢を撃退、劣勢をものともせず見事大勝利を収めます。そして正幸は徳川勢相手に有利に立ち回るべく、秀吉と手を結ぶことを目指します。家康にとって秀吉は小牧長久手の戦い以来の敵です。つまり正幸は、敵の敵は味方理論で秀吉と手を組もうと考えたわけですね。しかしそんな頼みの秀吉も家康が心中する形で和睦。さらに家康はこちらも真田家と対立していた北条と同盟を結び、正幸はまたまた大ピンチに陥ります。そんな正幸に残された道はただ一つ、それは秀吉に心中することでした。かくして天正14年1586年、上洛を果たした正幸は豊臣政権下で大名として認められ、本領を安堵されました。その引き換えに弁丸改め信繁は大坂に人質として送られることになりましたが、秀吉に気に入られ豊臣家に出仕することに。以降信繁は秀吉に仕え続けることになります。しかしその日々も永遠には続きませんでした。第4幕、家族内での対立。慶長3年1598年、天下人秀吉はその生涯を閉じます。これをきっかけに豊臣家内の亀裂が表面化。特に諸大名の中で一番の勢力を持っていた家康は、豊臣家から実権を奪う動きを見せるようになります。そして慶長5年1600年、上杉景勝に謀反の疑いありとして征伐を決定。正幸と信幸、信繁の兄弟は家康のもとに馳せ参じるべく出立。途中で下野の国犬伏に宿泊します。しかしそこで彼らはある手紙を受け取ります。差出人は石田三成。この手紙は内府違いの上状と呼ばれるもので、これは要するに家康のルール違反まとめ状みたいなものでした。三成はこの手紙を至るところにばらまいて、ふざけたことをしまくっているあのたぬき親父をぶっ潰そうぜと呼びかけたわけですね。どうする真田となった真田家。ここで真田家は二つに分かれることになります。正幸と信繁は石田方につき、家康重臣本田忠勝の娘と結婚していた信幸は徳川方を選択します。この出来事はいわゆる犬伏の別れとして語り継がれていますね。石田方についた正幸と信繁は西に引き返し、上田城に入り徳川との戦闘に備えます。一方石田方との戦いを決意した家康も軍を西に反転。軍を二つに分けて進軍しますが、
そのうち中山道を通っていた徳川秀忠率いる徳川軍主力3万が上田城を攻撃することに。これが第二次上田合戦と呼ばれる戦いです。この戦いでも真田軍は再び徳川軍を追い払うことに成功します。この戦いによって秀忠が上田城で思わぬ足止めを食らってしまい、そのために関ヶ原本戦に間に合わなかったというのはよく知られている話ですが、近年では上田攻めはむしろ予定通りの行動であり、秀忠が関ヶ原に間に合わなかったのは家康が計画を変更し決戦を早めたからと言われています。いずれにせよ徳川軍主力は決戦の地関ヶ原に間に合わず、家康は主力抜きで三成率いる西軍と戦うことになり、真田軍は三成に最高のアシストとなったはずでした。しかし結果はご存知の通り、家康の勝利。西軍方の正行信繁はその後信行の説得を受け、家康率いる東軍に降伏し、家康の命によって上田城は破却され、二人は高野山で蟄居することになります。そこから10年以上にわたり信繁はレンガや焼酎で暇をつぶすニート生活を過ごすことに。この間に父正行も病死してしまいます。このまま何もなければ信繁が歴史に名を残すことはなかったでしょう。しかし歴史はまだ信繁に舞台を残していました。第5幕、家康を追い詰めた男。関ヶ原の戦いで勝利した家康は江戸幕府を開き、諸大名を従え新体制を着実に構築。これでやっと戦いのない平和な時代がやってきたはずでしたが、そう簡単な話ではありませんでした。実はこの新体制の中に秀吉の遺志である豊臣秀頼を含めることができていなかったのです。すでに70近くになっており、人生も終わりに近づいていた家康は、自分の目が黒いうちにこの状況をどうにかしたいと考えていました。そんな折、家康にとって絶好の好機がやってきます。慶長19年1614年に起こった宝光寺焼銘事件です。これは秀頼が京都の宝光寺という寺にある大仏を再興した際に鋳造した鐘に国家安安という文字が刻まれていたことが問題となった事件です。国家が安らかになるんだから何が問題なのという話ですが、よく見ると家と安という文字が分断されています。これを家康は、秀頼君は僕に死んでほしいのかなと詰め寄ったのです。豊臣を潰す好機を得たと考えた家康は、これまで寛容だった態度を一変、秀頼に対し苛烈な要求を突きつけます。これはイチャモン以外の何者でもありません。当然豊臣方は激怒し要求を拒絶。徳川家をぶっ潰すと決意した豊臣方は、関ヶ原の戦い以降職にあぶれていた各地の浪人に対し味方するよう呼びかけます。関ヶ原以来主家を失っていた浪人たちにとってこれは大きなチャンスでした。そしてこれは高野山でニートと化していた信繁にとっても同じであり、信繁は大坂からの誘いを受け秀頼のもとに参陣。全国から浪人が集まった大坂城では、敵の来襲に備え総構えや砦の建設に着手し始めます。信繁は難攻不落で知られていた大坂城唯一の弱点である城の南東を担当し、ここに砦を築きます。これがあの真田丸です。そしていよいよ徳川と豊臣の決戦、大坂冬の陣が始まると、信繁は真田丸に立てこもり徳川軍を迎え撃ちます。対するは井伊直政の子直孝と前田利家の子利常の合わせて2万6千。大坂冬の陣全体で見れば豊臣軍約10万に対し徳川軍約20万。数だけ見れば徳川軍が圧倒していましたが、関ヶ原以降大きな戦いがなかったため、
徳川軍の将の多くにとってこの戦いは実質的に初陣でした。君たち戦いは数じゃないんだよと言わんばかりに、この戦いで信繁は徳川軍を圧倒。彼らは身動きすらできないまま次々に討ち取られていきます。真田丸での大敗を喫した家康は衝撃を受けます。敗戦の方が諸国に広がるようなことがあれば天下が揺るぎかねません。とはいえ戦力差は大きく到底勝ち目はありません。結局大坂冬の陣で決着はつかず、両軍は和睦。和睦の条件として大坂城の堀は埋め立てられ、真田丸も破却されます。しかし間もなく徳川と豊臣は再び戦うことに。その理由は大坂城に立てこもる浪人たちの存在です。彼らは江戸幕府という新秩序の中、居場所を失いドロップアウトした者たち。和睦が成立したからといって彼らには行く場所はありません。戦いを求めていた彼らに引きずられる形で秀頼も再び戦いに突き進むことになります。しかし肝心の大坂城は堀を埋められ防御力が低下していました。今度は豊臣軍にとって苦しい戦いになりますが、その中でも信繁は輝きを見せます。慶長20年1615年5月7日、この日真田軍は茶臼山に布陣。武田家時代から引き継がれたその赤備えは美しく輝いていました。そんな真田軍の前を家康の孫の一人である松平忠直の軍が通過します。そして両軍は鉄砲による小競り合いから本格的な戦いに発展。そして混乱する戦場で浅野長明が離反したという巨砲が流れ、徳川軍は混乱に陥りもろくも崩壊。これを察知した家康はなんとか立て直しを図りますが、家康本陣の旗本衆までもが戦線崩壊してしまい、最後の盾となるはずの精鋭たちが散り散りになり我先にと逃げ出してしまいます。家康の本陣が攻め込まれたのはなんとあの三方ヶ原の戦い以来2度目のことでした。もはやこれまで。真田隊の攻撃のあまりの凄まじさに家康は自害を2度も覚悟します。第6幕信繁の最後。しかし家康が自ら命を絶つことはありませんでした。ここで豊臣軍にとってあまりに不幸な誤認が起こってしまいます。この時10騎ほど友を連れて出馬していた大野春長が出陣のタイミングがわからない秀頼の呼び出しを受け退却していました。これの何が不幸かという話ですが、よりにもよって春長が秀頼の馬印を掲げていたのです。つまり東軍を相手に奮戦していた浪人たちは城内に虚しく戻る秀頼の馬印を見て自分たちの敗北を感じてしまったというわけです。徳川軍を襲っていた味方崩れの大波が今度は豊臣軍に襲いかかります。春長が城に入ると城で待機した兵士たちが敗北かと動揺し始めてしまうのです。さらに秀頼がいざ出陣しようとしたその時、城内に先手が崩れているとの最悪な知らせが。かくなる上は戦い討ち死にすべきと秀頼は決意を固めますが、家臣からは籠城し自害すべきだと進言されます。秀頼が逡巡しているとなんと大坂城内から火の手が上がっていました。この日は城の外で戦っていた豊臣軍の将兵をさらに絶望させ、徳川軍の将兵を歓喜させることに。もはや豊臣軍の勝ち目はゼロ。天下人秀吉の子として生まれた秀頼は結局自害。この絶望的な戦況でも信繁は奮戦しましたが、彼一人でどうにかなるものではありませんでした。そしてついに信繁は力尽き討ち死に。去年も最後の場所もはっきりとは伝わらなかった真田信繁。しかしその勇猛果敢ぶりは日の本一の強者と称えられ、家康も敬意を持って信繁の首実験を行ったと言われています。さて今回は家康最後の宿敵
真田信繁を解説していきました。彼が歴史の表舞台で輝いていた時間はわずかでしたが、その輝きは天下人家康を追い詰め、日の本一の強者と称賛され、多くの人たちを魅了しました。どうする家康でもクライマックスを飾るにふさわしい最後の敵になるでしょう。どのように描かれるか楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。